どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。ちょっとねサムネイルでちょっとね煽った系の感じのサムネイルにさせていただいたんですけども、本日はですねこちら知ってますかね、皆さん。このクレジットカード、ブッキングドットコムが出している、クレジットカード、ブッキングドットコムって皆さん知ってますかね。まあ知ってると思うんですけども、まあこちらねホテルの予約サイトが出している、クレジットカードなんですよね。今日の動画ではですねポイント、まあクレジットカードって還元率ってありますよね。まあそれをポイントをもらってね、まあ交換してまあ利用するっていうのがね、まあ一般的だと思うんですよね。まあ年会費無料の 1% のクレジットカードを例に出すと、まあ楽天カードとかまさに年会費無料でね、まあ 1% のポイントがまあ100円に対してね、まあもらえますよね。まあそのもらったポイントを、まああのリアル店舗でも最近使えるようになってきましたけども、まあそういうところでね、まあ利用するっていうのがまあ一般的ですね、クレジットカードっていうのは。まあ私のお勧めしている SPG アメックスとかも、マリオットボンボイっていうポイントがもらえて、まあそれをまあホテルに使ったりね、マイレージサービスに交換したりっていうのがまあポイントの使い方っていう感じで、まあ還元率を紹介していただいてるわけなんですけども、まあ、今日の動画ではですね、まあ、今日のっていうか、まあ、このクレジットカードはですね、なんと請求がそのまま自動キャッシュバックされるクレジットカードなんですよね。まあ、これどういうことかっていうと、まあ、このクレジットカードで、まあ、100円決済しますよね。100円。まあ、あの税込みで100円だと思っていただいていいんですけども、まあ、100円決済すると、まあ、請求額は 1% 引かれた99円なんです。っていう請求が来るんですよね。もう本当にポイントが貯まるのではなくて、現金が引かれてくっていうクレジットカードですよね。しかもこれが自動でキャッシュバックされるということですんで、発行して利用する。もうこれ以外やることないんですよ。まあ、非常に楽ですよね。うん。まああの、いると思うんですよね。あの、クレジットカードの還元額って、すごいたくさんあるけども、その還元額に対して自分で行動しなきゃいけない。それがね、ちょっと面倒だって思う人も絶対いると思うんですよね。もう私も昔そうだったんですよね。うん。で、あの、自動キャッシュバックのね、クレジットカードも、これブッキングドットコムのクレジットカードですけども、他にもあるんですけども、まあ、今回はね、まあ、こちらをお勧めさせていただきたいなと思いますね。で、この、ブッキングドットコムのクレジットカードの、まあ、いいところなんですけども、まあ、まず年会費が無料、還元額が 1% ということなんで、まあ、100円決済すると、まあ、1%、1円が返ってくる。まあ、それがポイントではなくて、現金で、まあ、返ってくるということなんで、まあ、請求書上が99円になるっていう感じなんですよね。で、さらにですね、このブッキングドットコムって、まあ皆さん聞いたことあると思うんですけれども、まあ、あの、格安サイトですよね、ホテルとかの。まあこれの、ジニアス会員、多分ジニアスって合ってると思うんですけども、ジニアス会員っていうのに先着5万名までね、なれるんですよね。先着で。っていうことなんで、このクレジットカード作るだけで、このジニアス会員っていうのになれます。で、その特典がね、受けられるんですよね。で、その特典が、まあ、ホテルが 10% オフになる、レイトチェックアウトが利用できる、無料送迎が利用できる、ウェルカムドリンクがもらえるっていうのでね、特典があるんですけども、これジニアス会員になると、まあ、受けられるっていう、このクレジットカード、ブッキングドットコムのクレジットカードとなっております。それではね、どうやったらこのジニアス会員になるかっていう話なんですけども、こういう冊子がね、クレジットカード発行すると一緒に送られてきます。で、この裏にね、ちょっと見せちゃうとあれなんで、QR コードがついてるんですよね。で、これにね、登録するだけで、ジニアス会員になることができます。ですので、まあ、あの、クレジットカードのね、この袋ありますよね。こういう感じで、これ三井住友クレジットカードなんで、この袋で到着するんですけども、まあ、これでね、入ってきた中に、まあ、シリアルコードがね、まあ、一緒に入ってきますんで、分かりやすいですよね。うん。っていうので、まあ、これでシリアルコードを入れることによって、ブッキングドットコムの、ジニアス会員になることができます。で、さらにですね、レンタカーズドットコムのレンタカーで 8% オフ。で、
海外旅行保険とかもね2500万円分ついてくるっていう感じで、まあ、詳細はねあの概要欄に公式サイト載せておきますんで、まあ、そちら見ていただきたいなと思います。こんな感じのねブッキング .com のクレジットカードなんですけども、おすすめポイントはねやはり年会費無料でしかも、1% のキャッシュバックが現金で受けられるということですんで、まあ、私ね結構いろんな人に、どのクレジットカードがおすすめですかって結構聞かれるんですよね。でやはりね、皆さん、一番知りたいのは年会費無料でいいクレジットカードっていうのはみんな思いますよね。まあ私も昔そう思っていましたし、まあ年会費がかかるっていうだけで、まあ発行されない方もまあ多いと思うんですよね。まあ私もそうでしたしね。うん。っていうので、年会費が無料でなおかつおすすめのクレジットカードってまあ結構聞かれるんですけども、私がね一番最初に紹介するのがこのブッキング .com のクレジットカードですね。やはり、交換する、まあポイントがね、もらえてもポイントを消化しなきゃいけないとか交換しなきゃいけないとか、まあそういう手間がやっぱり楽天カードとかそういう年会費無料でまあ発行できるクレジットカードにやっぱりあるんですよね。まあその点ねこのブッキング .com のクレジットカードは完全に全自動なんでね、まあ使っていけば使っていくほど勝手に請求からお金をね引いてくれますんで、まあ、非常に楽なんですよね。このカードはねすごいおすすめとなっております。で、まあ、一つね難点があるとしたら、まあ、国際ブランドがねビザしか選べないんですよね。うん。ですので、まあ、ビザなんで使えない場所っていうのはないと思うんですけども、おそらくですけどもこの国際ブランドもね、まあ、このクレジットカードの、ブランドで作りたいっていうね、こだわりを持ってる方は、まあ、世の中にはいると思うんですよね。まあ、その点だけね、まあ、ちょっとね、まあ、ビザカードしか使えませんよっていう、作れませんよっていう障害はあるんですけども、まあ、でもね、自動キャッシュバックで、ポイントバックが受けられるっていうことですんで、まあ、そういう意味ではとてもおすすめのクレジットカードとなっております。楽天のね、ポイントをありますよね。で、楽天ポイントで楽天カードを作ってる人で、カードを持っていて、まあ、楽天のね、市場を使ってる方で、このスーパーポイントセールとかでね、ポイントを集めてる人でね、結構いらっしゃるのが、ポイントをもらうためだけにね、なんか必要じゃないものを買うとかね、そういうことしてる人も、まあ、中にはね、多分いると思うんですよね。うん。っていうので、なんか、何のためにポイントを貯めてるかっていうね、ポイントはすごい貯まってるけど全然お金ありませんみたいなねっていう方とか、まあ結構聞いたりするんですよね。なんかなんて言いますかね、せっかく楽天のスーパーポイントセールってすごいね、見方から見ればすごいお得なんですけども、必要ないままで買ってる人結構いると思うんですよね。もしくは期間限定ポイントをわざわざ消化するためになんかお金ちょっと足して使ってますみたいな人も結構いると思うんですよね。まあ私ね、まさにこの期間限定ポイントを消化するためだけにちょっとお金足して買ったり昔してたんですよね。でも途中で気づいたんですよね。あ、これ意味ねえなって思ったんですよね。うん。まあ確かに商品は安く買えてるんですけども、じゃあすごいどうしても必要なものかって言われると、ちょっと首かしげるものもね、中にはねそういうものがあったんじゃないかってその時思ったりして、楽天やめた、楽天のその期間限定ポイントを消化してまでプラスしてお金出してね購入するのはやめようって決めたんですよね。まあそういうことしてる人ね、多分中にはいらっしゃると思うんですよね。うん。やめましょうね、必要じゃないものを。その楽天スーパーポイントセールってなんかいろんなショップで買い回るとポイント上がったりするじゃないですか。まあそれね、緻密に計算されて利用される方はもちろんいいと思うんですけども、まあ、そうじゃないのに闇雲に買うっていうのはね、本当にやめましょうね。私個人的にはですね、本当にそういうそのポイントをうまく使っていける方だったらね、もちろんポイント活動、ポイントサイトも含めてね、すごいいいと思うんですけども、途中で面倒くさくなっちゃうみたいな感じでなっちゃうとね、もったいないんでね、
まあ、私個人的にはですね、途中でそういう投げ出しちゃう感じになるようであれば、まあ、最初からね、あの自動キャッシュバックのクレジットカードをね、まあ、発行されることをねお勧めしますね。それではね、最後になんですけども、私はね、まあ、リクマイラーっていうことで、あのこのブッキング .com のクレジットカードなんですけども、まあ、ポイントサイトに案件あるかって、まあ、疑問に思う方いると思うんですけども、一応ねポイントインカムっていうポイントサイトね、まあ、URL 貼っときますけども、そちらのポイントサイトで案件出ていることは出ているんですけども、1000円なんですよもらえるのですんで、まあ、あの1000円分のね、まあ、ポイントでもよければね、あの、まあ、もらえないよりかはね、まあ、経由して発行されることをお勧めしておりますけども、まあ、1000円なんでね、うん、まあ、もしよかったらあのこのポイントサイトの案件ね踏んで発行されると、確か5000円分ぐらいのね利用条件あったと思うんですけども、それをクリアするとね、1000円分のポイントもらえますんで、もしよかったら、まあ、利用してみていただけたらなっていう感じですね。いかがだったでしょうか。今回はですね、booking.com のクレジットカードを、紹介させていただきました。まあ、自動キャッシュバックですからね、悪い言い方かもしれないですけど、ちょっと面倒くさがり屋な方はね、私全力でこのクレジットカードをお勧めしてます。友人とかにも聞かれて、一番最初に年会費無料で、いろんなのが面倒くさいんだったらこれにした方がいいよって言ってるのがこのクレジットカードですね。やっぱりポイントを消化しなきゃいけない、ポイントを消化しないとその還元率は受けられてないわけなんですよね。だからポイントを使って初めてお得になるんですよね、まあ、クレジットカードって。ですのでポイントを使ってないうちはそのお得にはなってないわけなんですよね。まあ、そこをね、まあ、理解していただいて、まあ、自動キャッシュバックだったら、まあ、ポイント自体はねその場で使われてますんでね、常にこの 1% のね、還元が、まあ、すぐ受けられてるっていうことになりますからね、まあ、そういう意味でも、とてもおすすめとなっております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。